はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、月商419万円という売り上げを在宅オンラインですね、上げられた古田彩さんと一緒に、ね、動画を撮っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速今のですね、ご活動内容を教えていただけますでしょうか。はい、主な仕事としては企業のコンサルタントっていうのがメインの仕事になります。企業の方法を教えていくっていう。そうですね、企業コンサルタントと、はい、あと SNS の代行とかも。そうですね、 SNS クリエイターとして SNS の代行とか、あとはその SNS のコンサルタントとしても活動をしています。かしこまりました。そしてですね、いわゆる複数の収入源というね、世界でまあ構築を、はい、されていらっしゃるということで、はいはい、そもそも最初に、うちの学科をですね、入学していただいたきっかけとか、まあ、どこで知っていただいたのかとか、あと結構最近ね、はい、まあ、僕らも SNS の会社ですけど、いろんな会社あるじゃないですか。その中でなんかうちにしてくれた決め手みたいなのもあれば教えていただきたいなと思うんですけども。はい、私はもう2年前ぐらいからずっと、うん、北野さんと山崎さんの YouTube をずっと見てたんですね。2年前すごいですよね、はい、2年前。そうなんです、はいはい、でここ見ていて、でやっぱ昨年のちょっと情勢が変わった頃に、はいはい、いよいよやっぱオンラインでちゃんとやらなきゃいけないなと、自分の中で本腰を入れようっていう気になって、うんうん、で昨年ですね、うんうん、に、講座の受講を決めさせていただきました。なるほどですね、なるほど。ちなみになんか弊社の YouTube 以外でも結構 SNS の動画ってあると思うんですけど、ずっと僕らのチャンネルを見てくださってたのはなんか理由というか、やっぱり情報量が多いっていうのと、はいはい、出てる情報を自分で試すだけでも、うん、やっぱり聞いた方がしっかりとした情報というか結果は出るんですけど、聞いた YouTube の内容だけでも結果が出たので、うんうんうん、あ、これは信じていいなというふうに思ったっていうのが大きかったですね。あ、なるほどですね、はい、まあ、そこまでちゃんと、ね、YouTube 見ていただければね、ちゃんと結果が出る内容をボンボン僕らも出してみてね、はい、ありがとうございます。じゃ早速ちょっと実績のところ聞いていきたいなと思うんですけども、これが、トータルとあとそれぞれの内訳っていうのも言える範囲で教えていただきたいと思うんですけども、今が月商でいくらぐらいでしたっけ。一生で言うと419万を今月出せました、うんうんうん、はい、すごいですね、まあ、この数字だけ見てもね、結構驚異的な数字だなと思われる方多いと思うんですけども、はい、内訳としてはどんな感じになりますか。内訳としてはもうほとんどが企業のコンサルの方で、390万ぐらいが企業のコンサルの方で、うんうん、残りの、まあ、30万ぐらいかが、はい、SNS クリエイターとしての働きの部分が入ったりですね、うんうん、あと一部ちょっとこうもともと占い師をやってたので、その兼ね合いでお客さんから鑑定が入ったりだとか、うんうん、そういったものの収入も入ってはいます。なるほどですね、素晴らしいですね。古田さん何個商品持ってるんですかっていうね、まあ、それだけ収入の柱があるっていうのはね、うん、素晴らしいことだと思いますけども、はい、ありがとうございます。では次は集客できた成功の秘訣ってところについて聞いていきたいなと思うんですけども、これ古田さんどういうふうにして売り上げを上げて、どういうふうにして集客をして売り上げにつなげているのか、はい、私の場合はですね、まあ、ツイッターが主に強かったんですけれども、うんうん、ツイッターで仲間作りというか、信頼構築をしていくとか、うんうん、インスタでもやっぱり認知の活動も少しさせていただいて、でそこからまあ LINE、公式 LINE に集めていったりだとか、あとはオープンチャットを使いまして、オープンチャットの方に集めたっていうところからスタートしていまして、どちらかというと、いろんなことをどんどん発信していくっていうよりは、単価っていうところをちょっと意識をして行動しまして、参加のおかげか、リスト数が少なくても収益が出せるっていうような状態を作ることができたっていう感じですね。このリスト数、ちなみに何リストぐらいでどれぐらいの売り上げとかってもし言える範囲であれば、はい、リスト数で言うと60かけるぐらいしかいないんですけど、あ、そうなんだ、60人、はいはい、で、390万の、はい、収益が出せてるので、いや素晴らしいですね、はい、リスト数60人で390万円ということは、まあ、めちゃめちゃやっぱりそれだけ見込みが濃くて、さらにも古田さんのファンになってくださっていると、はい、はい、いうところですよね。なんかこのファンとしていくときになんか意識されたこととかってございますか。とにかく、うん、有料級って皆さんが持ってもらえるような情報とか、うんうん、皆さんのダイレクトに悩んでる声を聞いてって、うんうん、それをその時その時で解決できるようなアドバイスをしていくっていう形を、うんうんうん、取っていった結果、うんうん、お金を払ってでも私のところで学びたいっていう方が増えてきたっていう感じですね、うん、あ、なるほどですね、まあ、結構情報発信でもその有料級の情報結構みんな出し惜しみね、する人多いと思うんですけど、これからの時代こそもう有料級の方もバンバン出して、先にギブして信頼をしてもらって中身を見てもらった状態で、やっぱり良かったね、じゃあ買いますっていうね、うん、こういうそうですね、はい、今となっては最初にはたくさん出してるんですけど、うん、今はこういった講座をやってもらえませんかとか、うん、こういう風な形で依頼が入ってくるので、商品もお客さんから求められて作れるような状態っていうところになっています、うん、お客さんに合わせた商品作りができてる、はい、うん、ことですね、はい、では、最後ですね、ちょっとうちのスクールに入る前と後の変化っていうところ、まあ、経済的な変化もそうだし、心理面的な変化とか、それもちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、うん、スクールに入る前とかっていうのはどういう状況なんですか。その時まあ400万ぐらいあった、はい、お恥ずかしい話、昨年の4月の月収が5万しかないんですよ、はい、私。あ、そうなんですね、はい、月収5万、はいはい、はい、月収5万しかなくて、その時にいろいろ SYK さんのスクール同時にいくつか入らせていただいてはいるんですけども、うんうんうん、まあ、一つ SNS クリエイター講座に入ったところで、うんうんうん、SNS の情報集客の仕方っていうのを再度自分の身になるような形で学んだ上に、お客様にそれを提供してお金をいただくっていうことで収入が安定するっていう結果が出たんですね、うんうん、7月ぐらいに、はいはい、でそしたら
っぱりその収入が安定して入るっていう安心感から、自分の商品もうちょっと挑戦してみようっていう気持ちが強くなってきて、でだんだんこう単価を上げながら徐々に上げながら商品をいっぱい打つっていうことができるようになったっていうのがこの1年の変化で、で結果今の収入というか月収が出せるようになったって感じですね。素晴らしいですね。じゃあ最初本当に月収で5万っていうところから、実際そのいわゆる集客ですよね、集客と販売の動線をしっかり固めることができて、はい、ラインナップ数がある程度作れるようになってからは、まあ、お客さんが例えばじゃあ ABC で3つの商品をある程度持ってたら、例えばじゃあ代行したいですって言ったらじゃあ代行できますよ、でも代行じゃなくてコンサルを私はやってほしいんです、じゃあコンサルもできますよっていう形で、やっぱその商品の玉数が増えたことによって収入も、ね、飛躍的にも上げられていると。はい、はい、そうですね。ちなみに単価を上げるってところなんですけども、よく最初あの、ね、10万以上の商品って結構ハードルがメンタルブロックがという話もあると思うんですけど、はい、これちょっとずつ上げていった感じですか？そうですね、あの講座の内容とか時間とかに対してちょっと自分の時給をちゃんと上げるっていう計算をしていこうっていうことを意識をして、徐々に上げていったっていう形と、あとはあのやっぱりお客さんの反応をどんどん見ていくと、こんなに余裕なものを話せても、あの話していただいて嬉しかったですっていう反応が増えてきた時に、あ、もっとお金を取ってでももっとしっかりした情報を出したいっていう風になっていったので、どんどん単価を上げるっていうことができるようになったっていうのは大きかったです。あ、そうですね、なるほど、得るようになったと、なんかあれですか、売上がどっと上がるようになって、その心理面的な変化とかはありましたか？心理面的な変化は大きかったですし、心理的な変化がすごく大きくて、はい、あ、家買えると思って家を買うってことを決めたくらい。そう、この間おっしゃられてましたよね、お家を買いましたと、はいはい、買います、はい、すごいですね、家が買っちゃったそうですね家を建てる勇気が湧いたというか、はい、月収5万じゃそんなことは考えられなかったので、はい、素晴らしいですね。これくらい売上上がっちゃうとね、ちょっと税金面的にこうそろそろ法人化もはい、考えていく段階に入りました、はい、嬉しいですね、いや素晴らしいです、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、じゃ今日ね動画見てくださってる方で、まあ、これから商品を作っていきたいとかフリーランスになっていきたい方ってねすごい多いと思うんですけど、そういった方に向けて最後に何か一言ですね、古田さんの方からあればお言葉もいただければなというふうに思うんですけども、はい、まずはやってみるっていうのがすごく大事かなって思っていて、あれこれ考えていても進まなくなってしまうと思うんですね。なのでまずは情報仕入れに行くとか、そういう行動からスタートしていくっていうのがいいと思いますし、やっぱり学ぶ先っていうところをちゃんと自分で、選んでいくっていう目が必要かなと思うので、実績を出しているところから学ぶっていうことを意識して探されるといいかなというふうに思います。はい、ということですね、ぜひ皆さんもね、今日の古田さんの動画を参考にしていただいた上でですね、まあ、ぜひ、これからの、ね、商品設計とかも、頑張っていただきたいと思いますし、またね、今回動画の、ね、下の概要欄に古田さんのですね、LINE アットというのもね、貼らせていただいております。で、こちらに、ね、まあ、古田さん最近 LINE アット新しく、ね、されたということで、まあ、こちらも、ね、非常に勉強になると思いますので、ぜひね、登録してみていただければなというふうに思います。はい、ということでね、古田さん本日はお時間いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。